土壌保健証券中、3月の11日です。よろしくはい、よろしくお願いします。お願いします。今日、まず各国の大統領選ほい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 。の話からしましょうか。これ、資料を出してありますけども、まずこれ、最初の申し上げるまでもなく、任期は5年です。再選はできません。18歳以上による直接選挙という仕組みです。で、今回の結果ですが、お二人の候補が出ました。ユン・ソギョルさん、こちらが国民の力保守系ですね。それから、イ・ジェミョンさん、共に民主党の、ジェインさんと同じ党ですけども、お二人が出て、ごくごく僅差の接戦で、このユン・ソギョルさんが大統領になったということです。で、このお二人の候補がこれまで言ってきたことですが、イ・ジェミョンさんについては、このムン政権への評価、南北関係は安定して衝突は発生しなかった、基本的に方向性を引き継ぐと。ということを言っていた。これに対してユン・ソギョルさんはエアプロセスは失敗したということだったわけです。それから国内政策、経済政策ですが、イ・ジェミョンさんは積極財政、ユニバーサルベーシックインカム、ややこのポピュリスティックな政策を言われていたのに対して、ユン・ソギョルさんの方は心の中対応での雇用の拡充、企業の成長のための規制撤廃ということを言われていました。それから外交政策、外交政策についてはイ・ジェミョンさんは対北朝鮮首相の雇用政策などが、基本的に正しかった、支持するということを言われて、これに対して、ユン・ソンギョルさんは、アメリカとの同盟関係を強化をする。対日関係についても関係改善していきたいということを言っていたと。そんなことです。相当、結論から言うと、まともな政権だったんじゃないですか、ということだと思いますが、このあたりどうですかね。だから本当に、メディアの報道を見てると大体さ、保守派型の大統領が実現しましたと。これで日韓関係も改善します。改善期待できます。みたいなトーンが結構多いんだけども、結構ね、みんな気楽に見ちゃってるけど、そんな気楽かなという気がするんだよね。っていうのは、とりあえず、保守派勝ちましたと。でも、これ、投票結果見てわかるように、凄まじい僅差じゃん。だから、やっぱり、なんていうかな、革新的な方向をやってもらわないと、もうなんか、にちもさちもいかないっていう閉塞感は、すごく若い人中心にあるはずなんだよね。じゃあ、そういう中では、保守派の伝統的な、ある意味でつまんねえ政策やってさ、それがどこまでうまくいくかっていうのが、正直言ってあるし、で、普通の政策やって、やっぱ韓国経済結構大変じゃん。不動産価格は異常に上がっちゃってて、で、格差が異常に開いていて、で、そういうのを本当に、ノーマルな政策で、短期間で成果出して改善できるのかっていうのを個人的に不安だなと思うし、で、特に日韓関係に関して言うと、全然楽観できないのが、これだけ票差が接近するな、してる中で、じゃあ、保守派が、アメリカ、日本、との連携をまた強くするっていうことを本当にできるのかなと。で、やっぱ経済面の中国依存結構大きいじゃん。で、その延長でやっぱりだいぶ安全保障面でもなんか、ニュートラルになっちゃってる感があるから、じゃあそれを本当に、クアッドに入るかどうかともかくさ、かなり、日米寄りに戻すことが本当にできるのかと。で、その延長で、日本との関係よくできるのかと。で、過去の歴史には分かるようにさ、結局、保守派の大統領だって、支持率が下がると日本と、喧嘩するわけだ。で、特に中国との関係も考えると、日本とそう仲良くするというのはなかなかやりにくいはずだから、言うは易しだけども、これからは結構大変だろうから、そんな一筋縄ではいかないんじゃないかなって気はしてるんだけどね。そうですよね。だからそのカードの話についても、日米重視とは言いながらも、入るかどうかっていうことは、その選挙戦の中でも明言はしないわけですね。そうだよね。それは多分どっちつかずの対応っていうのはこれから続いていく可能性が高くて、それはどうしていくのかと。今回のそのウクライナの話、その民主主義、自由主義圏と、それから権威主義圏、連帯主義圏っていうのこう対立構造っていうのは明らかにもう次の局面に入っていく中で、韓国もそのどっちについてるのかよくわかんないという状態、いつまで続けられるかっていうのは、当然韓国の中でも議論されるわけですね。だからそういう中で、ロジカルにさ、どっちつかずをさ、続けるのって俺無理だと思うんだよね。で、その中で姿を続けると、結果的にやっぱりいろんなリパーカッションが起きるから、でも踏ん切るのはすごい勇気がある。どっちに舵を切るにしても。
だからね、多分、本当に歴代の大統領の中でもすごい難しいタイミングで大統領がなっちゃうなって気はするけどね。まあそうですね。いや、それもう大変になることは間違いない。それを政治経験ないおっさんがやるわけでしょ。大変やと思うよ。だって国内では経済面で不満がいっぱいいるさ。で、外交面もこれだけ、なんていうかな、冷戦時代みたいな、動きになりつつある中で、じゃあどうするのっていうのを両方やらないといけないわけだ。だって、韓国のこと出生率の低下もすごいしさ、もうそういう意味では中も外も大変という状況で政治経験ない人がトップになるっていうのは、ある意味ですごいことだよなっていうふうに思うけどね。まあ、当面これ、こっち側からっていうか、その日本から考えると、少なくともおかしな方向に行かないようにこう ずっと引っ張り続けるしかないですね、これはね。と思うんだけどね。だからまあ、なかなかね、難しいんだけども、日本としては、どういうふうに、じゃあ、おかしな方向に行かないように日本が何をできるのかな。それはわからない。まずね、そのせっかく、まともな政権ができたということなんだから、そのきちんとその対話しましょう。いうところからまずスタートじゃないですか。対話ね。まあそうだな。逆にはそれぐらいしかできないのかな。特に岸田政権だしね。まあ、でもそこからスタートしないことには、ちょっとこのムン・ジェイン政権の間のね、このなんか、明らかに大きな混乱があったりした。からこう次 の別のフェーズに移りましょうっていうところをしっかり見せないと、向こうも変えられないですよ。まあね、まあね。まあでもそういうので徐々に改善していけば、本当、個人的にはいい方向に行くんじゃないかと思うんだけどね。そうですね。まあ、ただ、言われるようにね、これ、韓国どうするのか、すごい難しいですね。これだって、ロシアとの関係でだって、なかなかその関係断ち切れないっていうね、国や企業が。多い中で、まあ、とはいえ、もうこれ、さすがにロシアもどうしようがないでしょう。というふうに、まあ、なりつつある。まあ、ユニクロの対応なんかまさにそうですよね。っていうような状態になってきてますけども、まあ、これ、中国との関係はまた全然レベルが違うから。韓国だって、これ、完全にその中国との関係立ち切るなんて、およそありえない。そう、ありえない。絶対ありえない。それは地球学的にもありえないでしょ。で、特に北朝鮮が横にあるわけだから。だからそう考えるとね、本当に、結局どっちつかずをどれだけ長くやるかっていう感じになっちゃうのかなって気はするんだけどね。まあ、どっちつかずであることは仕方がないとして、どっちつかずなんだけども、どちらかといえば中国寄りなのか、どちらかといえば日米寄りなのか。で、どちらかといえば日米寄りの方にこう相当傾いてもらえないといけないですね。そうなんだよね。まあ、そのさじ加減をうまくできるかどうかだよな。だから、ある意味で本当、お手並み拝見だよね。まあまあ、だから、あとは、また韓国お得意のさ、政権変わったからさ、前の大統領がさ、刑務所行くとか起きるのかな。まあ、どうするんですかね、もう。何やるんですかね。なんかね、ほとんど、恒例行事みたいになってるじゃん。いや、さすがになんかその憲法改正して、そのなんか順次整理するとかっていう議論をずっとやってたけど、結局あれも何も進まず。さすがにこれを続けてると、ちょっとやっぱり先進国じゃない感じですよね。そう思う。まあ俺日本も先進国じゃないと思ってるけどさ。だからな。日本経済的には相当豊かになってるわけです。まあね、まあね。まあでも、韓国に関してはさ、個人的に本当、実は、前々から面白いなと思ってたのは、今の大統領の間にさ、日韓関係すごい悪くなったじゃん。で、そればっかり言われてるけどさ、実は芸能界に関わってる立場からすれば、そこから見てると若い人のね、対韓国っていうのはね、もう今まで以上に改善してんだよね。要は韓国、BTS とかさ、有名アーティストがすごいいっぱいいるじゃん。で、他にもやっぱり、いろんな、そこまで人気ないレベルまで考えても、やっぱ韓国のアーティストってすごくて、で、当然韓国の映像作品もすごいよね、と。若い人の韓国好きって多分、だから今までで一番多いぐらい増えてるはずだよな、と。実際エンターテインメントやってる人の中では、もう韓国でデビューしたい、韓国で修行したいっていう人も結構いるわけよ。だから若い人の間の関係では日韓関係ってすごくいいんだよね。
だからそういう状況で、まあ、政権交代があって、保守派になって、じゃあそれでちゃん、上の方のレベルでも、日韓関係はしっかり改善して、で、ちゃんと、いろんな形で歩調を取っていけるようになれば、本当は、地道にいい効果が出るんじゃないのかなと、勝手には思ってるんだけどね。うん。あ、それだけど、とってもいいことですよね。うん。若い世代では、草の根的な友好関係が進んでるっていうのは、ね、それは大変希望の持てることで。そう。だからそれをベースに、保守派に変わったからより一層強化して、で、まあ韓国も内政大変なんだけども、少なくともこういう安全保障関係では、どっちつかずとは言いながら、結果的には日米寄りなのかなっていう感じになっていくように、日本も応援するっていう形ができればなという気はするよね、最終的にね。うん。つまり希望は非常に持てると思うんだよね。うん、なるほど。まあ、これはまだね、これからですので、ぜひまたしっかりと見ていくとですね、うん。で、あと、ウクライナはどうです、うん、いやー、なかなか大変だよね、と。うん、で、まあ、いろんなところから情報を集めていて、いろいろ聞いていて、で、個人的に面白いなと思ってるのは、結構軍事専門家。うん、軍事筋の人は3月中に停戦が、実現し得ると言ってるんだよね、うん。で、これ理由は簡単で、軍事面から考えると、なんかロシアってそういう兵站の補給はさ、常に陸路でやるらしいんですよ。うん、で、その問題は陸路が、だんだん暖かくなってくると、当然交通が溶けちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃって、なかなかできなくなると。で、この兵站の補給って実はやっぱり戦争する場合すごく大事で、それのオペレーションいかに組むのかで勝敗決まるぐらいになってる中で、もう兵站の補給はすでにだいぶ支障が起きてるみたいで、で、ロシア軍の兵士の士気もだいぶ下がってると。で、その状況で、じゃあこの、なんていうかな、暖かくなって、陸路がすごく悪くなっていく状況で、本当に、続けられるのかっていう観点からみんな3月中に1回停戦せざるを得ないんじゃないかと。いうのを言い出していて、個人的には確かにあってもおかしくないかなと。つまり、ウクライナの側から見てもさ、なかなか、だいぶ今現実が分かってきて、やっぱり NATO は全面的に助けてくれませんと。今、戦闘機をウクライナに提供するのでもさ、ポーランドが、出すのか、アメリカがやるのかで揉めてるじゃん。うん、これはどこの国が出したかで、その国は敵国になるぜとロシアが言ってるからなんだけども、うん、結局 NATO は、そういう形で、武器はある程度出したけど、それ以上の、今以上の支援なかなか多分難しいだろうね、と。うんうん、で、加えて、ウクライナの NATO 加盟もどうやら、NATO 側の事情を見てもすぐに実現しそうにないと。うん、で、そうなると、ウクライナの側からすればさ、なかなか日もさっきもいかない状況じゃん。うん、で、こういう場合ってよくは、あるのが、やっぱりさ、すごいなんか汚い、なんか、妥協してさ、合意してさ、うん、一回停戦に近い状況を作るとは確かにあり得るかもしれないんだよね。うん、そういうのが3月中に実現してくれれば、ある程度は、まあ、いいのかなと。それでも戦争終わんないでさ、その軍事する人もさ、うん、どうせまた、次の冬になれば、それで攻撃も始まるけどねっていうふうに思ってるんだよね。うん。そうですね。どういう条件で終わるのかにもよるんでしょうけども、うん、まあ、長期化する可能性は高そうだ。うん。だから、多分、いわゆる戦争、それを戦争というか何というかどうかとして、この状況は長期化するわけよ。うん。で、じゃあその中で一回、そうは言っても、ちょっと休みましょうかっていうのが出るか、できるかどうかだよね。うん。それ次第じゃない？うん。だからそれ裏を返して言えば、ロシア側の観点から言えば、ロシア系の住民が多い、東部2州とか、クリミア半島と海沿いの地域はだいぶ抑えたことだから、それで満足するのか、またはキエフまで取りたいのか。うん。だから直感的にはキエフまで取りたいとは思わないと思うんだけどね。うん。だからそう考えると、キエフ総攻撃の前にっていうのは、何らかの動きっていうのはあってもおかしくない気がするから、うん、で、だから、じゃあそれ誰が仲介するかだよな。うん。本当は中国が一番いいんだろうけども、なかなか中国も、まあ、動きにくい部分はあるだろうからさ。うん。という、だから難しい状況なのか変わんないよね。うん、そうですね。中国は一応、王毅外相がその記者会見をやっていて、うん。
で、まあ、そこでその当たり前のようなその原則論を言った後で、うん、仲介をする用意はあると、うん、いうことは言ってるんですよね、一応ね。うん、だから中国とすれば、やっぱりロシアは仲間なわけで、で中国は当然台湾やりたいわけで、で、そういう中で仲介っていうのもなんかどうなのよっていうしらける感じがするんだけども、やっぱり中国の影響力大きいから、本来中国が何らか動かないとなかなかいい方向いかないのかなという気はしちゃうよね。うん。まあ、ここまでも中国は明らかにね、この問題ではどっちにもつかないという姿勢ですよね。うん。うん。で、これはもうロシア側に寄ってるという姿勢を見せたら、それは途端に孤立する、世界から孤立する陣営の方に入れられちゃうから、それは取れないけども、うん、一方でその中国、そのロシアに対して、その敵対的な対応はもちろんしない。いう、うん、その、まあ、だから中国も相当難しいんですよね、この問題。多分中国から実は一番悩んでんじゃない。だってアメリカとか EU からすればもう立場はもう鮮明で簡単じゃん。中国が一番ポジション取りにくいと思うからね。だから逆に出にくいんだろうなという気はするけどね。うん。で、もう一個言えば、やっぱり中国からすればさ、当然これでパラリンピックが終わったらさ、今年後半の共産党大会に向けて、まず国内経済やりたいはずだからさ。うん。で、それに集中したいのが、なんかこのめんどくさいロシア、ウクライナに、なんか参加してさ、大変になるっていうのを避けたいだろうなって気はするんだけどね。うん。まあでも中国もどっかで動くんだろうな。どうですかね。これ何も動かずにできれば終わってほしいんでしょうね。本当は。まあ、中国側としてはそうだろうね。うん。うん、それはしょうがないよな。あ、だからそうだ、中国問題で一個思い出してさ、俺最近すげえ不快に思ってさ、世の中メディアが誰も批判してないんだけどさ、この中国がさ、数日前にさ、フランスのマクロンとさ、あとドイツの、トップとさ、電話会談したじゃん。うん、で、このウクライナ問題で、うん。で、これ当然まあさ、フランスのマクロンがさ、てめえの国内事情、つまり大統領選で勝つためにも活躍したいっていうことでいろいろやってるっていうのはわかるんだけどさ、中国にこういうウクライナ問題での、関与なり要求するっていうのをやるならばさ、本来 G7 で日本がやって叱るべきじゃない。うん、で、日本は何も覚えてませんと。で、まあ、マクロンがてめえのなんか目立ちたためにやったとは言っても、日本はそこに同席の声もかかります、かかったかどうかわかんないけど、同席しませんでしたと。うん、なぜかドイツだけは同席しましたと。うん、一応 G7 のアジア代表って日本じゃん、うん、で。中国に一番近い立場にもあるわけじゃん。うん、それがさ、結局ウクライナ問題で中国が、フランス、ドイツのトップとだけ習近平がやりましたと。日本は完全会話の外ってさ、なんかこれ、俺、非常に日本情けないと思ったんだけど、どう思う？いや、もうそれはそうですよね。いや、本来だったら、そのさっきね、ロシアとウクライナとの仲介、誰がするのかって言った時だって、本当は日本は十分、その候補になり得る一つなわけで、そう。とてもじゃないけど、そこまで、うん、そのレベルじゃないですよね。そう。対中国であっても相手にされない。うん。大変まずいんじゃないですか。そう、だから一応さ、腐っても G7 の一角なわけじゃん。うん。で、それが結局さ、何にもリーダーシップ取れないで、なんか G7 の他の国のフォローをしてるだけですと。うん、で、どうもさ、なんかいろんなメディア見てるとさ、やっぱ外務省の人たちはさ、このウクライナ問題は、基本的には欧州の問題、ヨーロッパの問題、うん、考えちゃってる節があるんだけども、でもその結果としてさ、じゃあ、G7 のアジア代表にもかかわらず、中国を巻き込むのを最初に日本がやれませんでしたと。うん、で、マクロンが目指したいから独走したんだろうとはいえ、結局そこの、じゃあフランス、ドイツと習近平の会談に日本は同席できませんでしたと。G7 の中で、うん、アジア代表なのにと。これ超恥ずかしいと思うよ、俺。うん。だからメディアはこの部分誰も批判しないけどさ、実は日本の影響力、存在意義、他の国から見た、立場がこれだけ落ちてるっていうことは、これすごく危機意識持たないとまずい気がするんだけどね。うん、またそうですね、うん。うん。だから俺は実は今週それが一番頭に来たんだよ。うん。だからもうちょっと頑張れよなって言いたくならない？うん。まあ、多分これは官邸の問題なんだろうと思うけどね。うん。
やっぱ外務省は真面目に今までの路線の延長でやってるからしょうがないと思うんだけどさ、それでもやっぱ、今こうすべきって本来言うのが官邸のはずじゃん。うん。そのための NSF でないのって気がするんだけど。うん、まあ、全くそんな機能ができてないってことですね、今はね。うん、だからすごく日本はね、今週恥ずかしい思いをしたと僕は思わないとダメだと思うよ。うん。そういう意識持って頑張んないと、結局、日本はウクライナ問題で何の存在意義も示せないでさ、うん、じゃあもし万が一で中国、台湾で何か動きあった場合もさ、じゃあ日本が、主体的にそれどう対応するかっても全然できないと思う。うん。だから本当にね、日本は情けないなっていうのを感じた一週間だよね。あ、そうですね。だからこの、今回の問題について情けなかったというのは、それ裏を返せば、アジアで危機的な問題が起きたときに、日本はあの時頼りにならなかったよな。うん。ヨーロッパから思われます。いうことですね。うん。で、多分日本は、これだけ、言い方悪いけどさ、予習段階で何もできてないから、本番が起きちゃった場合もさ、多分さ、主体的な意義は示せないわけよ。うん。だから中国が台湾で本当に何かやった場合ってさ、多分アメリカは主体になっちゃうわけよ。うん。それっておかしくない？うん。だそろそろまずいと思うよ、俺、日本。ねえ。これ、その台湾の関係で言うと、さっきのその3月7日の王毅外相の記者会見の時には、中国外相が日本に忠告をしたっていうのも出ていて、うん、ね、3点の忠告、日中共同声明、1972年、3共同声明などの3つの設定を遵守、両国関係の政治基礎を守る、他人のために渦中の国を広まる、などと述べた。うん、まあ、要するに、米国との同盟強化などを、やるなと。なるほど。忠告なんかされちゃって。ね、いや、非常に親切な忠告ですな、うん、でも大丈夫と、日本はそんな主体ってありませんと、日本が中国と、フランス、ドイツの会談に出てなかったことで分かるでしょって言いたくなるけどね。うん、まあ、だからまあ、一番中国が気にしてるのは当然これ3番目だよね。うん、ここをどうするかだよね。そうですね。うん、日米同盟強化しかないんだからさ。いや、これだけ、ね、その世界の国際環境が変わってる中で、うん、それ以外の道はないでしょう、それ日本。ないよ。だって、中国、台湾攻めたら絶対さ、石垣宮古っていう日本の領土も取りに来るんだからさ、防衛線作る関係上。それに対抗するのは日米同盟以外何もないじゃん。うん、だから、そんな、お前が何言うか強化するよっていうふうに本来言い返してほしいけどね。まあ、そりゃそう。まあ、まあ、できないよな。うん、まあ、それで、その、最初の韓国の話に戻れば、だから、その、アメリカとその同盟強化をするのは当然であり、それからクアッドをさらに強化していく、韓国を引っ張り込む。っていう、なんか、その戦略的な姿が少なくとも今週は全然見えてこなかった。うん。まあ、だから、逆に言えば、韓国は本当、これからで、大統領も変わってこれからじゃん。うん。だから、せめて韓国を、この、日米サイドに、クアッドがともかく引っ張り込むのは、日本が主体的役割を果たしてほしいよね、うん。アメリカも頑張ると思うけど。多分そういうところから徐々に頑張っていかないと、本当に日本ってね、世界でも存在意義なくなるよ。うん、と懸念します、うん。はい。まあ、ちょっと外交関係はなかなか心配することばかりという感じですが。で、ちょっともう一つ、それも若干関連するのが、うん、国内の話ですけども、これ、ちょっとニュースが出てますけど、昨日の3月10日に、うん、国家戦略特区で、スーパーシティの指定というのをなされました。うん、で、大阪と筑波の2つが、スーパーシティで指定をされる方向で、確定をしたということなんですけど、で、これって、まあ、もともとその、この制度設計やるところから小さな私もかかってきてますけど、うん、本来的にはね、まさにこういう話なんですね、この、民主主義、自由主義経済圏と、それから権威主義経済圏と、うん、で、権威主義経済圏の方が新しい、その第四次産業革命とか、その新たな経済社会の変革、技術の変革に円滑に対応しやすいという面もあって、うん、で、その問題に対処するために、この自由主義とか民主主義を前提にして、その新しい技術にどんどんとスピーディーに対応していくようなモデルを作ろうということで、このスーパーシティの仕組みで作った、ですね、作ったのは4年前ですけども、うん、でそれがようやく指定をされることになりました。うん、で、いや、まさにね、今になってみると、この民主主義対権威主義の対決っていうのがさらにこう対立が深まって、いや、今こそこういうのをもっとね、こう前面に打ち出して、うん、民主主義モデルって
よりこう進化していく、させていく、というのを、うん、先頭になって作っていったらいいんじゃないのかと思うわけですが、うん、ちょっと残念ながら今まだそのレベルまで全然いけない。うん、ちょっとまあ、まあ、当然、大阪も筑波も頑張ってるんだろうけども、うん、まだそのレベルじゃないよね。うん、だからそこはどんどん、中身進化させることで頑張ってほしいなというふうに思うけども、うん、だからまあこのスーパーシティがようやくトップ2箇所、認定されたというのは非常にいいことだと思うんだけども、個人的にさ、これにとどまらずさ、もうちょっと岸田政権経済政策具体的にどうすんのっていうのをさ、そろそろ出すべきと思うよ。うん、それが何も見えないじゃん。うん、だから個人的にだから気になっていることで余計なことを言うとさ、やっぱり日本はこれが全然政権で経済どうするか見えない。で、岸田政権はどうも、経済成長関心ないよなと。で、いう方向、改革関心ないよなと思われていることもあるのかわかんないけども、結果としてさ、このウクライナ危機、ウクライナ問題が始まってさ、この 1週間、2週間、金融市場を見てると、アメリカの市場より日本の市場の方がさ、株価、平均株価見てもさ、振れ幅がすごく大きくなってるんだよね。で、これ当然ながら、日本の方がアメリカよりロシアのエネルギーに依存する割合高いよねっていう影響もあるかもしれないんだけども、で、それにしても、やっぱロシアのエネルギーに関して言えば、もうドイツが頑張っちゃって、当然、銀行の決済にしても、いろんな分抜け道できましたと。で、日本もロシアの原油入れないとか言ってないわけだよ。うん、で、にもかかわらずこれだけ増え幅大きいっていうのは、単にロシアのエネルギー使ってる割合高いでしょっていう問題だけじゃなくて、やっぱり経済政策全然見えないよねという中で、うん、結局安定的に成長すると思えないからさ。だから、なんかだんだん外国人投資家が長く投資するっていうよりさ、どっちかというと投機の場になりつつあるっていう感じがもう結構影響があるのかなって気はしてるんだよね。だから個人的にこの1週間2週間で なぜかアメリカより日本の方が株価の振れ幅がなんか、大きいような局面が、ちょこちょこ見えるよなっていうのを見ると、今日なんか典型でさ、昨晩のアメリカの株価そこまで下がってないのに日本はかなり大きく下がってるわけよ。だからそういうのを見るとやっぱり、本来岸田政権経済の経済政策どうするのか、今後の物価の見通しとかどう考えていて、その上で経済政策どういう対応をしていって、で、加えて言えば、なんかこれまでさ、金融課税強化とかさ、四半期会議の見直しとかさ、反市場的なことをずっと言ってきたからさ、そういう問題どうするのかっていうのをしっかり示す必要があると思うんだよね。うん、それをこれまでオミクロンで何もやってきませんでした、オミクロン対応ばっかりだと。で、今度はウクライナまで余計やってませんと。だから個人的にはウクライナ一回早くどっかで停戦してもらって、その間にそういう経済政策の全貌を見せるようにするっていうのをやるべきじゃないのかなと。それなしでスーパーシーとか個別のものだけちょこちょこ出してもさ、結局さ、外国人投資家含めみんなさ、何やりたいのか分かんないはずなんだよね。だからそこもなんか政権そろそろ経済政策しっかり腰据えて今後の政策の全貌を示すぐらいのことをやれよって言いたくなるからね。うん、まあ、オミクロンもさすがに、そろそろ、収まって、うん、ウクライナも、まあ、無事に、まあ、仮にね、その停戦みたいなことになるとすれば、うん、まあ、その先の、経済政策、うん、まあ、そろそろ出さないとなんですよね。うん、だから、ね、本当さ、未だに何もさ、全貌が見えないわけだからさ、うん、それは投資家からすればさ、そんな風に投資 したいと思うはずねえじゃん。うん、それが正しいか間違ってるかともかく、やっぱり見えない、何も見えないと一番良くないんだから。何も見えないけど、見えたのはちょっと危うい。そうそうそう。だけだったので、まあ、なんかその岸田職の延長ですよね、多分、これで言い方が。うん、そう思う。だからなんかね、あんまり、この前、だから、本当今週はさ、そもそも、ね、繰り返しで申し訳ないんだけども、G7 のアジア代表のはずなのに、ウクライナ問題の中国トップとの会談をそもそも日本がアレンジすることなんかできないでフランスに取られちゃって、しかもそこに同席することもできませんでしたと。一方で振れ幅もなんか大きな感じに見えちゃうよねと。なんか日本ってもう外交面でも経済面でも全だんだんダメダメになっていくなっていう感じがしますね。うん、そういう意味です。俺は個人的に強烈に不満が高まった今週は。うん、まあ、なんかG7 が、一時ロシアがちょっとだけ入った時期ありましたよね。さすがにダメだろうって G7 に戻ったわけですけど、うん、ちょっと下手してるとね、G6 にされちゃいかねない。うん、
いや、そう思うよ。うん、だからちょっとね、なんか日本って G7 にいて、なんかそれがずっと続くかのように思ってるけどさ、実はそんな安定的なもんじゃないんだという意識持って頑張らないとまずいと思うんだけどね。うん、もう多分世界的に存在感ゼロやね。うん。うん、という怒りにつきます。はい。なんとかなるように引き続き外から行っても。まあね、まあね。で、今国会ってまともにさ、ちゃんと議論してんのかな？全然報道されないけど。国会は、まあ参議院になってから、まあなんか、しっかりした政策論戦にはなってないような印象ですね。なんとかね。だからちょっとなんか情けないよな。あ、そうですね。やっぱりね、国民民主党がね、なんか急に与党になっちゃったりね、変なこと。国民民主党は割とちゃんとした政策論戦をやってくれる政党だったんだけども。うん。なんかちょっと中途半端になっちゃって、あれ大変残念ですね。そうか。あれがなんかだんだん与党化してる影響もあるわけだな。なかなか大変だよな。まあ、しょうがないね。まあ、そこも気づきをして。はい。ありがとうございます。はいはい。